今回はこれです。ソニーの LSP-XP1 です。で、これなぜ今更これ取り上げるかっていうと、10月31日にこいつのファームウェアが、3.0.14 かな、バージョンアップされてからスマートフォンとの接続性がいまいちなんです。ちょっと今週末思い切って工場出荷状態に戻してみました。電源入れると何も映ってこない。アプリを落としてセットアップしてくださいねみたいな状態で、手持ちのスマートフォンはいくつかあるので、これ iPhone の 6S プラス、 Galaxy の S8 プラス、iPhone の7プラスで、ちょっと変わり種で1プラス3、こんだけありゃいどれかまともにこいつと接続してちゃんと使えるようになるんじゃねえかっていう期待をもとにちょっと試していきます。まず iPhone の 6S プラスから起動します。で、初期の画面が出るんでスタートして、早いしてください。起動確認中、はい、なんかこんな感じで出ますね。ルーターの電源は入ってます。で、近いですよね。でこのぐらいなんでこのぐらいですね。まあこれでブルートゥース動かなかったら次だな。で、リトライ、まあオフに、一回オフにしてみたっていうふうには書いてますけど、ちょっとこれでもう一回リトライしてみます。はい、ダメですね。じゃあちょっと次は指示通りブルートゥースを一回オフにしてみます。一回オフにして、で今これ複数のスマートフォンでっていうのはもう一個もセットアップしないんで関係ないです。リトライ、はい、やっぱりダメ。もう一回ってことで、6S プラスでは、なんかもうセットアップがそこですみません。まあソニーなんでね、 iOS は知らないっていう可能性もありますね。でもこれはサクッと諦めて次試してみます。次は Galaxy S8 Plus ですね。はい、これはすでにアプリは入れてるんですけど、 Bluetooth がオフの状態になってるんで、さっきのセットアップには影響がないはずですね。なのでこれまず Bluetooth オンにします。で、アプリ立ち上げます。はい、iOS と違ってなんか初期セットアップの画面が出てこないんですよね。こんな感じで、うんともすんとも言ってくれないんですよね。で、ここをパチッと押すと、まあさっきの iOS と同じですよね。オンオフにしてからとか、やってくれと。で、まあプロジェクターの電源は一回切れって言ってるんで、ちょっとこれで試してみますね。一回ちょっとプロジェクターの電源は切る。そして、入れる。プロジェクターメニュー入れ直してます。お、Galaxy S8 Plus は接続できましたね。素晴らしい。これコントロールはできるのかな。例えばスタートしてみたらできるのかな。はい、で、あ、動きますね。はいはい、これでうまく動いてそうですね。うん、受けてますね。はい、じゃあこれは、見事にうまくセットアップしてうまくいったかなという状態ですね。はい、いいパターンですね。じゃあこれで1回終わって、でこれもじゃあ Bluetooth オフにして、ちょっと他の影響を受けないようにして、
じゃあ次、iPhone 7 Plus です。でこれも Bluetooth オフにしてました。じゃあ次オンにしますね。で、プロジェクター用のアプリを起動します。で初期セットアップの画面なんで、これで同意して、はい、なんかまた出ましたね。いつものやつ、ブルートゥースをオフにするとか、複数で使うなとかですね。もう借りとらえさせてますね。ダメですね。一応言うように、ブルートゥースはオンになってます。で複数の機械では今有効にはなってないです。さっきの Galaxy S8 Plus もブルートゥースはオフにしました。でさっきの Galaxy だったらプロジェクターの電源を一回切ったときにうまくいったんで、ちょっとこれから切ってみますね。じゃあ、はい、今ちょっと電源入れ直してます。おそらくこれで電源入り直ったと思うので、もう一回リトライしてみますね。ダメですね。はい、じゃあ Bluetooth をオフにして、ダメですね。ダメですね。なんででしょうね。もう一回ちょっとリトライしてみようか。ダメですね。7プラスダメです。まあソニーは Xperia があるんでね、まあ、iPhone は動かなくていいってことでしょう、きっと。ダメ。最後、ちょっと変わりだね。ワンプラスでも試してみます。でこいつも Bluetooth がオフにしてあるんで、まずこれをオンにしますね。はい、オンにしました。でアプリ起動をで、なぜか、Android は初期の画面が出てこなくて、んで、これ、この指示に従って、まずはじゃあ、Bluetooth をオフにしてみましょうか。オフにしてみますか。Bluetooth オフにして、接続中とかも出てこないんだよな。なんだろうな。ダメですね。じゃあ、まあ毎度のごとくプロジェクターの電源を切っています。今入れ直しました。何もないんだね。なんかここ。チームはもうなんかそもそも動く気配すらねえな。どうやったら今 Bluetooth オンオフしました。ダメですね。で唯一動いた Galaxy、 ちゃんともう一回動くのか確認してみましょう。Bluetooth オンにして、でこれで、はい、こんな感じですね。はい、なんかまぐれすかね、動いたな。どうする、なんか来ない。まあちょっともう一回電源また切ってみますか。じゃあこれ多分起動はしていると思います。なんかちょっとさっきは接続できたけど今回できないですね。ダメ、なんか安定して使えない。手持ちのスマートフォン4台、どれもこいつとはうまく接続できませんでした。なんでしょうね、Xperia じゃないからかな。
なんかよくわかんねえや。もうなんかちょっと疲れるな。なんか使えたり使えなかったりっていうのがもうここずっと続いてるんですよね。これコンセプトとかデザインとか非常に面白いと思うんですけどね、ソフトウェアがもうダメですね。発売してから1年ぐらい経ってもこの調子なんで、まあ多分もう治んないかな。結構高いゴミに近いものを買ったかもしれないです。検証結果です、はい、ダメでした。以上。